法政は、中国語官末期の参謀、政治家、劉備に仕えて活躍した暴臣。字は、工事家。司令夫風軍備剣の人。曹祖父はのりを、祖父は方針。父は、法。広子、子は、法。検案元年、基金にあったため同郷の猛達と共に益州牧の、劉将に身を寄せた。久しくして、劉将の下では、新都権令や軍儀行為についた。 任用されず、またその周遊人で共に、協客となっていた者に雪業の無差を誹謗された。その後、かねてから、劉将では大事をなせないと考えていたのりまさは、親友の長将と共に、劉備の益州攻略に協力することにした。のりまさは、長将と共に、劉将に進言し、曹操と断交させ、劉備と名約を結ばせた。さらに、長炉の脅威を利用して、 劉将を再び動かし、劉備の下に使者として赴き、密かに自身や長章と協力して、劉備に駅州へ入るよう進めた。個人的に親しかった方が劉備への主観を求めて、来た際には、宝刀と共に、これを推挙している。その後、程度が劉将に対し焦土作戦を進言したと聞いた。劉備が、どう対処すべきか。これをのりまさに相談すると、 のりまさは、劉将にはその作戦が実行できないと予測し、降伏を勧告する手紙を劉将に送った。同年に、生徒が包囲されると、劉将は間もなく降伏した。劉備が、益州の支配に成功すると、その功績により、職軍大衆、養部将軍に任じられ、中央の政治に諸葛亮と共に当たると共に、劉備の作謀相談役となった。 元の職軍大将であった巨星は、劉将が敗北しそうになると劉備への投降を図ったことから、劉備に疎まれていた。しかし、名声の高い人物であったため、ノ政はその共鳴を利用するよう勧めた。またこの後、孫夫人から離縁された劉備に、ご死をめとるよう説得している。諸葛亮とノ政は、成功が異なっていたが、公の立場に立って、互いに認め合っていた。 また、諸葛亮は常にノリの知術を高く買っていたため、ノリの食軍大使としての不公正な振る舞いも容認した。駅州のうち、かつて長炉が治めていた冠中は曹操の支配下にあり、加工園、長が駐屯していた。同年、曹操軍の内情を分析したノリは劉備に冠中進行を進すすめ、自身も軍師として従軍した。 劉備のもとで適切な進言を行いつつ、同年の帝軍さんの戦いでも軍艦として策を剣じ、工中に命じて過去を縁を切らせるなど、見事勝利に導いている。政のりの検索を聞き知った曹操は、劉備があのような策を考えつくはずがない。誰かに教えられたに違いないと思っていたと語ったと言う。また、わしは、有能な人材をほぼ、すべて集めたが、 なぜのりまさのみ手に入れられなかったのだろうかとも述べた。その後、劉備が遠征してきた曹操を退け、冠中を制覇し、冠中王を称すると、少書令、森軍将軍に任じられたが、翌年に病死した。劉備は何日間も彼を痛み、翼皇という死亡を、送りなった。死後、子が後を継いで、館内皇となり、後に、放射とい、官用大衆に昇進した。 勝負2年、医療の戦いで、劉備が大敗した際、諸葛亮は、もし奉公時間が生きていれば、陛下の統制を止められたはずだ。仮に止められなくとも、今回のような大敗はしなかったろうにと嘆いている。劉備が早々と争っていた際、軍が前進を躊躇し、交代すべきであった。劉備は、大いに怒って、交代を許さなかった。 劉備の周りまで矢が雨のように降り注ぎ危険であったが、軍心にあえていさめる者はいなかった。そこで、のりまさが劉備の前に立つと、劉備はのりまさに矢を避けるようにと命じた。民工が、やや石の飛び交う中におられるのに、どうして私ごときが避けられましょうか、とのりまさが答えると、劉備はやっと、のりまさと共に交代した。陳治は、のりは判断力に優れ、 波外れた計略の所有者であった。しかし、特性について賞賛されることはなかった。疑心に当てはめれば、定育、各家に比類するだろうかと述べている。ありがとうございます。